世界の人がですね、はい、注目するコーヒーになってますからね。そうですね、はい、家庭を変えることによって味わいが変わるということで。最近のトレンドとかってあるんですか？アナエロビックファーメンテーションというねプロセスがあるんですけども、飲んだ時の印象がものすごく違う、はい、ブドウジュース飲んでるのかなっていうぐらいのやつがたまにありますよね。こんにちは、 UCC コーヒーアカデミーの村田美穂です。このチャンネルではコーヒーにまつわる身近な疑問についてお答えしていきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回の質問はコーヒー豆の選び方を教えてください。今回は過去にも動画を出してるんですけれども、産地別のコーヒー豆の選び方と苦味を楽しめるコーヒー豆の選び方、この続編としてコーヒー豆の選び方パート3をやっていきたいと思います。それでは今回は UCC コーヒーアカデミーの早川さん、はい、と一緒にですね解説していきたいと思いますが、ちなみに早川さんは普段どのようにコーヒーって選ばれてますか？うん、私は最近はあのマンデリンが好きで、マンデリン好きなんですよ。知らなかった、結構独特な風味がすごくね、うん、はい、特徴的なの で、はい、結構マンデリン好きでよく飲むんですけどね、マンデリンってあの、うん、世界でも稀に見る生成方法、スマトラ式っていうね生成方法で、はい、それが要因で独特な風味が出るんじゃないかなと思ってます。うん、今スマトラ式ってね言ってもらいましたけども、はい、コーヒー豆ってコーヒーチェリーっていうコーヒーの実をね収穫してから種を取り出すまでの過程でいろんなことをするんですけどね、うん、その過程を変えることによって味わいが変わるということで、今日はそのプロセスについて、はいはい、話をしていきたいと思います。ではまずはですねコーヒー豆の構造についてお話をしていきたいと思うんですけども、早川さんコーヒー豆って何からできてるか知ってますか？もちろんです。コーヒー豆はコーヒーチェリーという赤い実の中の種を焙煎したもの、焙煎したものです。焙煎したもの、はい、びっくりした、ちょけてくるのかと思いましたけど、はい、大正解です。おめでとうございます。ありがとうございますコーヒーっていうのはですね皆さんご存知の方も多いと思いますけども、コーヒーの木になる実の中にある種を焙煎したもの、それをコーヒー豆と呼んでますけれども、コーヒーチェリーの構造は外側から外皮、そして果肉があって、その中にミューシレージと呼ばれる粘液質、その内側は2枚の皮に分かれていて、外側から固めのパーチメントという皮ですね、内果皮、そしてその内側にシルバースキンという薄い皮がある、でその中に種子があるということで、まあ、これがコーヒーチェリーの構造になってます。この外側の部分を取り除いて焙煎前の生豆と呼ばれる状態にする工程のことを精製というふうに呼んでます。ということで精製方法についてお伝えしていこうかなと思うんですけれども、精製方法って大きく分けて代表的なものが2つあると思うんですけど、はい、早川さんならね知ってるかと思いますが何かご存知ですか？もちろんです、はいはい、水を使う水洗式と水を使わない非水洗式ですよね。大正解です。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます一つ目はですね、水を使わない非水洗式、はい、ナチュラルというふうにね私たち呼んでますけども、アンウォッシュドとかね非水洗式とかね、はい、いうふうに呼ばれます。この方法っていうのはコーヒーのチェリーの状態でそのまま天日で乾燥させたりとかですね、機械で乾燥させる、そのまま水分をですね 12% 程度まで下げて、その後コーヒーの種を取り出す、これがナチュラルと呼ばれる精製方法になります。エチオピアやブラジルで行われている精製方法ですよね。そうです、そうです。ナチュラルって皮果肉つけた状態で乾燥させるので比較的華やかな香りとかですね、果実味があるのが特徴的ですよね。2つ目が水を使う水洗式、ウォッシュドとよく言いますけれども、はい、プロセスとしては皮果肉を取り除いてパーチメントコーヒーと呼ばれるコーヒー豆の状態で乾燥させる、こちらがウォッシュド、こちらがナチュラルなんですけども、はい、精製方法が違えばカラーもねやっぱり変わってくるんですよね。ウォッシュドの方がグリーンで、ナチュラルの方がちょっと黄色っぽいというか、うんうん、カラーをしてますよね、はい、
ウォシュドのコーヒーって明るい酸味があってですね、うん、フルーティーっていう印象が非常に強いなっていう、はい、ね、すごいすっきりとした、うん、ナチュラルは華やかな印象があった味わいに対してちょっと明るい酸、ね、はい、が特徴のコーヒーなんですよね、はい、実はですね、もう一つね、代表的なプロセスがあるんですけども、セミウォッシュドと呼ばれるプロセスがあるんですが、これはですね、ナチュラルとウォッシュドの間みたいな感じですかね。そうですね、はいはい、ウォッシュドでは皮か肉を剥いて、さらにミューシレジという粘液質を取って乾燥してましたけども、セミウォッシュドではミューシレジを残した状態で乾燥させる、これをセミウォッシュドというふうに呼んでます。セミウォッシュドっていろんな実は呼ばれ方が、ね、はい、ありますよね、はい、地域によって例えばパルプドナチュラルって呼ばれたりとか、スマトラ式、そしてハニープロセスとかね、いろんな呼ばれ方があるんですけど、さっき彩香さんが言ってたあのマンデリン、はい、あれもこのスマトラ式と呼ばれるプロセスですね。そうですよね、うん、インドネシアのスマトラ島で開発されたと、うん、言われている生成方法なんですけれども、はい、インドネシアはね、こう毎日雨が降るので、はい、乾燥期間をなるべく短くするっていう取り組みと、うん、インフラ設備があんまり整っていないっていう地域なので、うん、はい、特殊な乾燥工程を2回やるっていうですね、特殊な生成方法が編み出されたと。1回ね、乾燥しきらない状態で種子を取り出すので、はいはい、これマンデリンなんですけど、すごいグネグネなんですよね。曲がっちゃうんですよね、はい、柔らかい状態で中取り出すんで、こんなにね、形が中仕上げてるってよく言いますよね、はい、そこからまた二次乾燥、もう一回乾燥させる、はい、させるっていう方法なので、はい、結構マンデリンはもう独特な、本当におかげさまで世界の人がですね、はい、注目するコーヒーになってますからね。そうですね、はい、もうマンデリンじゃないとダメっていう人もいますもんね。今多いですね、マンデリンね、愛されてるコーヒーの一つかなと思うんですけど、はい、本当にプロセスの違いによってね、すごい独特な風味を生み出していると、うん、甘さがすごいあるんですよね、うん、しっかり焼いても風味が損なわれないので、あ、確かに深入りがね、はい、結構個人的には好きなんですけど、マンデリン深入りされる方多いですよね、ですよね、うん、どちらかというと綺麗な酸も感じつつ、はいはい、プラスそれよりも少し甘さを感じるような、うん、少し複雑味も感じられるプロセスかなというふうに思います。いろんな生成方法がありますけれども、うんうん、最近のトレンドとかってあるんですか？あります。コーヒーやってる人だと最近ではね、知ってる人も多くはなってきたかなと思うんですが、はい、アナエロビックファーメンテーションというね、プロセスがあるんですけども、どんなプロセスなんですか？酸素のない状態で発酵させることによって、はい、酸素がある時には動かないバクテリアを使って違った風味を生み出すというプロセスなんですね。本当変わったというか、味わいにパワーがある感じが僕するんですよね。ナチュラルも華やかなんですけど、うん、さらにパワフル、うん、香りがもう何倍にも、ね、そうですね、なってるようなイメージで、すごい果実味しっかりしてますよね。しっかりしてますね。もう、はい、フルーティーだし華やかだし、うん、飲んだ時の印象がものすごく違う、はい、なのでコーヒーと思って飲んだらちょっと苦手って思う人がいるかもしれないですね。ブドウジュース飲んでるのかなっていうぐらいのやつがたまにありますよね、はい、コーヒーと思って飲んでびっくりする方とかもね、うん、結構いらっしゃるので、好き嫌いが分かれる可能性があるかなとは思うんですけども、うん、面白いプロセスなので、はい、取り組まれている農園の方もたくさんいらっしゃいますよね、はい、はい、ということで本日は生成方法についてお伝えしてきましたけども、はい、早川さんがこれからコーヒー豆選ぶとき、どのようなポイントを気をつけて選ばれるか教えてください。生成方法っていろいろたくさんあるなということで、うん、同じ生産国でも、うん、ナチュラルだったりウォッシュドだったりとかするので、うん、どんなコーヒーを本当に飲みたいのかっていうイメージを自分で持って、その生産国と品種と生成方法を見比べて、うん、できれば試飲したいですけどね。確かにそれですよね、うん、なんとなく知識は持ってるけど最終的には飲みたい、ちょっとやっぱ、はい、試し飲みして気に入ったやつ、うん、だから複雑なコーヒーを飲みたい時にはナチュラルとかセミウォッシュドとか行くんですけど、すっきりしたいコーヒーだったらウォッシュドだしとか、それをちょっと確認して選んだらいいのかなっていうふうに思うんですけれども、うんうん、村田講師はどうですか？そうですね、同じ感じですけど順番に行くと、華やかな果実味のあるような、うん、コーヒーを飲みたいなと
思う時は、まあ、最近で言うとアナエロビック、はい、そこまでいかなくてもという時は、うん、ナチュラルのコーヒーを選んだり、今日はそこまで華やかというよりかは明るい綺麗なさん楽しみたいなと思ったら、うん、ウォッシュドかな、ちょっと違った風味を楽しみたい時はセミウォッシュドのコーヒー選んで気分転換に使ったりとかするといいんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、ということで今回はコーヒー豆の選び方パート3ということでコーヒー豆の精製方法についてお伝えしてきました。いかがでしたでしょうか。過去に公開している産地別コーヒー豆の選び方、苦味のあるコーヒー豆の選び方の動画についてはこちらから、はい、この辺気になる方はチェックしてみてください。以上 UCC コーヒーアカデミーでした。コーヒーに関する疑問がありましたらぜひコメント欄にお願いします。チャンネル登録グッドボタンもよろしくお願いします。